米国テレビ界のアカデミー賞とも言われる最高峰の賞第76回エミー賞の受賞式が現地時間15日、日本時間16日にロサンゼルスで開催され俳優の真田広之がプロデュース、主演したドラマ、将軍将軍が作品賞を受賞した。日本の戦国時代を舞台にしたセリフの大半が日本語の作品がエミー賞の歴史を塗り替えた。 将軍将軍は、ジェームズ・クラベルの小説を原作とする、日本の戦国時代を舞台に武将とその家臣となったイギリス人工会史などをめぐる物語。アメリカの有料テレビチャンネル、FX が制作し、動画配信サービスなどを通じて世界的なヒットとなった。日本では、ディズニーの公式動画配信サービス、ディズニープラス、ディズニープラスの、 スターにて配信されている。ハリウッドが生み出す圧倒的なスケールと、プロデューサーのサナダをはじめ、日本の専門家たちが現地の制作チームと共に衣装や小道具、所作など細部にまでとことんこだわって制作したクオリティの高さ、そして出演する俳優たちのリアリティあふれる演技などが世界的に話題になった。最高賞である作品賞をはじめ、 最多22位部門で25のノミネートを受け、先んじて今月7日と8日、共に現地時間に発表された、主に制作、技術に携わった人々に贈られる、クリエイティブアーツエミー賞、クリエイティブアーツエミーアワーズでは14部門を制し、この日、作品賞、主演男優賞、主演女優賞、監督賞が加わり、最多18の賞を獲得。 このうち9人の受賞者が日本人というのも、エミー賞史上初の快挙となった。